ひとしの小部屋スタジオジンジン。ひとしの小部屋。はい、皆さんこんばんは。ひとしの小部屋プレゼンツ夜のおっさんの独り言132回目の配信でございます。いやー、暑かった。はい、暑かった。いやー、もうやってらんないですね。本当に暑かった。明日はもっと暑いということで、皆さん熱中症ですね、気をつけて、仕事頑張りましょうということで、今日は珍しく懐かしいものを買ってきました。富士屋のレモンスカッシュ、懐かしいでしょう。こちらをね、いただきたいと思います。いただきます。酸っぱい、非常に美味しいですね。ずっとね、ここ4日ぐらいヤフオクで落札をね、目指して入札をしてたんですけど、完敗です。もう諦めました。はい、まあ会社の仕事はね、会社にあるパソコンでね、どうにかします。ちょっとね、手が出る値段ではないんだなっていうのはね、よく分かりました。はい、勉強不足で失礼しましたって感じです。はい、で、昨日のね、動画というかライブで、グッサン TV の山口さんが iPad mini 2を手に入れたっていうね、もうそれを聞いた瞬間に、おおと思って、速攻ですね、検索していろんなサイトで中古品とかもどうかなって全部見たんですけど、なかったですね。ちょっとね、やっぱり高い。もう iOS の端末は値段がね、なかなか下がらないので、ただあんまり高額商品をね、あのヤフオクとかで落とすっていうのもちょっと不安があるので、そうだ、今月の24日から大阪なんだと思いまして、もう大阪で物色します、決めました。大阪でイオシスとジャンパラ行きます。はい、そこで漁ります。Wi-Fi の16でも32でもいいんですけど、 Wi-Fi だけしか、もうセルラー契約ができるね、 SIM が入らないやつでいいので、それを、大阪で仕入れてこようと、心に決めました。ということで、大阪方面にね、お住みの方、お安いお店の情報がありましたら、ぜひぜひコメントをお願いいたします。はい、で、ちょっとね、仕事の合間を縫って、イケケンさんのですね、イケケンチャンネルさんの、ライブにね、拝見してた時に、ちょこっとだけカメラの話になったんですね。なので、僕、このね、自分の配信をガジェット系じゃないと言いつつも、今日はすいません、 iPad と、カメラの話です。はい、で、イケケンさんがキャノンの 6D マーク2 が出るんですねって、いつか買いたいなみたいな話をされていて、僕とのね、コメントのやり取りで、まあ、GH4 をね、イケケンさん中古で狙うみたいな話を昔ねちょっと前にされていたんですけど、まあ、G8 でもいいんじゃないんですかって話になったんですよ。で、G8 悪いカメラではやっぱり絶対的にないので、で、GH5 は届かないですけど、G8 って60万円ぐらいで多分どうにかなるんかなっていうカメラなわけですよ。動画性能に関しては申し分ないカメラなんじゃないのかなと思うんですね、素人からすると。ただね、それでいいの？っていう気持ちがあるんです。で、今ですね、私、まあ、写真好きでニコンの D7200 っていうのを、使ってるんですけど、ニコンのね、カメラを使ってる方が、ソニーのカメラに移行してる方が実は多いんですよ。てか移行っていうか、ソニーのカメラもこう愛用されてるし、使い始めてるって方が多くて、まあ、実際問題からすると、α7R っていうのの初代機がですね、
結構値下がりがしてきてるっていうのもあって、それに流れていく方が意外に多いんですね。私の写真のお友達とか、知り合いの方も、もう、なんていうか、こっちの方がいいよって言い出してる人もいらっしゃって、確かにいいんですよ。あれ？ニコン愛はどこ行っちゃったの？とかって、僕にね、散々ニコンって教えてきたね、先輩たちがね、さらっとソニーに変わっていくっていうね、現象が実はあったりするんですね。まあ確かにソニーのね、ミラーレスカメラすごくいいんだと思います。まあ良さを語ってる有名な YouTuber の方ですと、誰ですかね、僕が知り得る限りですと、マキリナチャンネルさんなんかも、7R、α7R 買われてましたし、ジェット大輔さんなんかね、お使いになられてますけど、やっぱりいいんですよね。すごくいいんだと思います。なので、僕も実を言うと、本当に大昔、α300 っていう一眼レフを使ってた瞬間があるんです。半年ぐらいなんですけど、すぐその後ね、ニコン党の方たちに押し流されるように D3000 に乗り換えていってしまったんですけど、パソコンは諦めた代わりに、ギタレレとは別に用意してた、いつかね、もう一台 Windows のね、パソコンをと思っていたお金があって、それでミラーレス機を安いのを落札してみようかなっていう方に動こうかなと。ヤフオクは面白いので少しね、いじりながらカメラを少し落札してみようかなと思っています。万が一使えなくてもいいような値段で落とす。体験するだけ。で、本気になったらそこからカメラ貯金っていう流れにしたいなと思っていて、本当はね、α7R 欲しいなと思うんですけど、僕にフルサイズのカメラはいらない。まあ、個人的な感想なんですけど、間違いなく写真機としては、D7200 で私は十分です。じゃなくて、ソニーのね、ミラーレス機を少し体験したいなということで、それを、少しね、落札してみようかなと思います。安いのもね、幾分か出てるので、予算は同じ通り1万5000円以内です。いいのがね、落札できるといいですよね。で、昨日ね、物産 TV の山口さんがご自分のね、ライブで言われてて、私のね、iMac 7000円っていうのは、いや、確かに安かったって言っていただけたので、あ、安かったんだなって実感して嬉しかったです。まあ、今日はね、おそらく、明日もね、ちょっと激務が待っているので、早めに休ませていただいて、ゆっくり休みたいと思います。皆さんね、明日から仕事だと思います。かなり暑くなるみたいなので、熱中症に気をつけて、ゆっくり体を休めて、塩分とね、水分はまめにとるという形で、ゆっくり休んで仕事を頑張っていただきたいと思います。ひとしの小部屋プレゼンツ、夜のおっさんの独り言132回目。なんか知らないけど、iPad からいきなりカメラを語ったということで、ガジェットじゃないのにガジェットがね、男の子なんで好きなんですかね。そんな形で次回の動画でお会いしたいと思います。それではまた。